ピアノ競争曲派長長は、レーフ・ボーオン・ウィリアムズが作曲したピアノ競争曲。第一、第二楽章は1926年に、第三楽章は1930年から1931年に、かけて書かれた。彼はこの間の時期に、仮面劇、予部を完成させ、公共曲第4番の作曲に着手していた。これらの作品とピアノ競争曲は、主題の性格や、 劇的で荒れ狂った上感などに共通性が見られる。この曲の初演は1933年2月1日、ハリエット公演の独奏、エイドリアン・ボールとの式、BBC 公共楽団の演奏で行われた。その後すぐに修学賞を改定して、1936年に出版された。当初、ソリストが報われにくいとみなされた。この曲の評判はかんばしいものではなかった。 どの楽章にも、技巧的な見せ場は多く存在するものの、ボーン・ウィリアムズは、同時代のバルトークやヒンデミットのようにピアノを打楽器的に扱っており、時に不可解なほどテクスチュアが厚くなっているのである。この曲に非常に感銘を受けた一人であるバルトークのように、一部には高く称賛する者も,もいたものの、ボーン・ウィリアムズは、友人や仲間からの善意の助言を受け、この曲を、 2台のピアノのための競争曲へと改作している。その際、1946年にジョセフ・クーパーの助けを借りて、ピアノパートにより一層のテクスチュアを付加している。ありがとうございます。